鈴木直道、鈴木直道へと、多くの皆様にお集まりをいただいて、みんなの顔見てたら泣かないです。勇気100倍です。あ、来てもらえるように、東京圏に人やお金を取りに行くんだ。財政再生団体の夕張の舵取りをしたんです。鈴木直道を知事に押し上げていただきたい。万歳。活力に満ちた北海道を必ず実現するとの決意で道政に取り組んでまいります。震度7を観測をし、甚大な被害を及ぼした北海道胆振東部地震、アースケーン津波 in 1993、 もっと思われるような災害が必ずやってくるな。 G20 観光大臣会合が開かれることは、同じ TV ロゴマップというのを共有させていただいて、皆さんのこういう活動を、ボクシビでスカラI'm gonna go.